あ、また違う。こんにちは。こんにちは。なに、また違う。あ、だから違う回だったの。いや、それも全然全然、こう、いろいろ聞きたいことがあって。あ、なるほど。ゆなたさんが今更聞きたいことある。いや、あるある。あ、まあ、例えばさ、はい、まあ、神スイングって言われて、本当に綺麗なスイングしてると思うんだけど、はい、ありがとうございます。で、亜美ちゃんが見て、はい、プロ野球の中で、うん、神スイング、はい、ベスト3上げるとしたら誰？もう好みが分かる。いや、好みでいいよ。好みで、もう好みで、うん、もう私はフルスイングの選手が好きなんですよ。じゃあ当ててやろうか。はい、もうこれ簡単ですよ。もう2人はもう出てきてます。森、西武。あ、森さん入ってなかった、すいません。違う。今2人しか。じゃあ山川。違います。もうフルスイング好きだって言ってた。好きです。山川さんは、私はどちらかというと、なんだろう、フルスイングっていうより、なんか球を上げるスイングっていうイメージなんですよ。なんか回転ピャーンってやって、だからその枠じゃないんですよ。飛ばすぞみたいな気持ちが前に出てるがダメなんでしょ。のがいいです。あの、フルスイングして。だから山川じゃない。いや、でも山川さんは。山川って誰か知ってる。え、知ってる。セーブの山川。そうそう。わかる。もちろんわかってますけど、山川さんはちょっとまた違う。あ、わかった。はい。浅村。浅村さんも違います。違う。なんで、なんで出てこないんだろう。もうフルスイングといえばっていうパ・リーグの選手。柳田。正解です。柳田さんも。あれ、神スイング。あれは憧れますね。やっぱりタッパもある分、体も大きいじゃないですか。で、ああいうスイングしたいな。なんか誰もが見て、なんか客を呼べるスイングっていうイメージです。なんか、うわー。でも山川だって。いや、ですけど、山川さんももちろん大好きですけど。俺、山北も、まあでも自分の好みだから。そう、まあ、違うんですよね。意外と癖のある方が好きだ。あ、吉田正尚。正解です。はい。これがトップ、ワン、ツー、フィニッシュですね。まあ、どっちもコーツつけがたい2人ですね。なんかもう本当それタイプとかじゃないよ。タイプじゃないです。そうじゃないよな。大丈夫です。なんだろう、吉田正尚さんはもうなんか体がちぎれるんじゃないか、なんか2つに割れちゃいそうなスイングじゃないですか。手が取れちゃいそうな、まあ、手が取れちゃう。だからそこがいい。あ、そう。なんか見ててスカッとするんですよね。三振でもいいなって思っちゃう。多分彼は嫌 でしょうけど。じゃあ、あと一人セリフか。あと一人誰ですかね。まあ、パッと思いついたのが二人だったんですよ、うん、スイングで好きなの。うわ、誰だろうな。まあ、それでいうと鈴木誠也さんもいいですよね。その二人とはちょっとかけ離れるね。またちょっと違いますよね。なんだろう、まあ、年もタイプで言ってない。言ってないです。年の頃とか言ってないです。柳田結婚してるからね。もちろん知ってます。吉田は独身か。確かに知ってます。知ってんの。はい、私結婚報道すぐ見ますから。結婚したな。せいやは結婚したないで。でもそういうのじゃないんですよ。違う。はい、もちろん、まあ、鈴木誠也さんのスイングは何だろうな、どっしりしてるというか、まあ、はあ、迫力はあるね。そこがいいと思いますね。なんかもうこれでもかみたいな。他はいる。他誰ですか、ね、あんまり思い浮かばない。野球見てるんですけどね。本当に見てるか。見てますよ。野球はあんまり見る時間がなくなったろ。いや、そんなことないです。暇さえあれば見に行きますし、球場行きます。もう高校野球まで見に行ってるから。そうですよ、今日も実は高校野球見に行った。はい。どこの試合。今日は、創価対、あれです、あの、久我山です。どっちか。久我山が勝ちました。応援してた。まあ、両方応援してました。お前、そつなくなったな。ね、じゃあさ、はい、ピッチャーの、アミちゃんが好きなピッチャーの形、はい、ベスト3は、もう、パッて出てきたのが2人いるんですけど、うん、分かった。はい、どうぞ。岸。正解です。そうだ。岸さんはもう、ザ・ピッチャーっていう、ああいうもう、ほっそりとした、なんかもう、王子様みたいな。綺麗だよな。綺麗。なあ、球も品があるしな。そう。なんか全部がいいですよね。結婚してるの。そう。くそ。そこもまたいいですよね。そこはいい。結婚してる。やっぱりあの結婚してるっていう安定感。安定感ね。そう。あ、支えてもらってるんだな。応援しようっていう気持ちになります。あんまりかまあんまりそことは結びつかないけど。いや、いいですね。じゃあ、あともう一人います。もうこれはまた岸さんとは違うタイプのピッチャーです。
それ則本。あ、正解です。迫力あるよな。則本さんはもう大好きです。大ファンです。私則本さん、どういうとこ好き？まあ、球ももちろんかっこいいですし、あとピッチングスタイルもう強気にいく、全力で投げていくな、はい、そういうところも好きですし、あと以前取材してさせていただいたときにちょっと怖いイメージだったんですよ、もともと試合しか見てなかったので。で実際やってみたらもうすっごい気さくで、なんかむしろこっちが気使われるぐらいの勢いでインタビューさせてもらったんで、それからもうサインボールいただいてもう家に飾っております。初めてちゃんとサインボールをもらいましたね。もらいたいと思った。その時になんかボールが2つたまたまあって、2人でこうやって持って、あ、じゃあ亜美ちゃんのサインこれにちょうだいよって言われて、あ、書いて、あ、じゃあ私ももらっていいんですかっていう流れでサインボールくださいって言ったことなかったので、なんかもらったりはしたんですけど緊張しましたね。あんまり欲しいタイプじゃないもんね。そうな、収集癖がないので。そうだよな、はい、コレクターでもないしな。うん、なのでそれはすごい嬉しかったですね、ルンルンで。それをきっかけに何人かの選手にもらったりとかしたことあるの？なんか始球式終わった後にいただいたりとか。誰？その時はもう本当に19の時のオープン戦かな、オリックスだった時の伊藤光さんに。キャッチャー？はい。それは飾ってないんだ。え、もちろん飾ってますよ、大丈夫。お前飾ってないか。飾ってます。則本だけしか飾ってないって言ったじゃないか。いや、そんなことない。どっか行ったんだろ、キャッチボールやったんだろ。いや絶対また違うところに飾って、違うところに押し入れから、はい、奥に。いや、でも本当にいや、でも伊藤光選手もだって集中力がないんだから、その時は、はい、でもその時は交換したから、はい、あ、記念にな、あ、まあおそらく、はい、則本も飾ってくれてるんだったら、ね、はい、私もっていうことになったわけです。まあ、そういう意識もありますね。それは絶対あるよな。いただいてまとめて置いてあります、サインいただいたうまいまとめ方だ、はい、で、はい、もう一人はピッチャー、ピッチャー、あと誰ですかね。あ、個人的にはセリーグの DeNA の伊能投手、伊能さんが好きなの。あ、面白い。あれ、ファンの人から何て言われてるか知ってる？宇宙人ですか？うん、で、ドームが苦手だって言って。何でか知ってる？何でですか？宇宙との交信ができなくなってドームだから。いや、そうやって、はい、ファンの中では言われてる、ああ、今日命だとか言って、あ、ドームだからダメだとか言って、え、なんでって聞いたらいや、宇宙との更新が途切れちゃうみたいな。あー、電波が悪いですね。電波が悪い。Wi-Fi とか置いとけばどうですか。そうだな。移動がいい。移動投手はですね、投げ方が私似てるって言われてて。あ、確かにね。そうなんで、比較してみたら本当に似てたんですよ、うん、で、それを移動投手に使えて、そしたら、あ、本当だね、似てるねっていうことになって陰ながら応援させてもらってます。その時はサインボールはない。あ、もらってないです。もらってない、はい、よかった、ね。いや、大丈夫。それも、もしもらっちゃったら飾りますので。本当に、はい。もうそんな、もらおうと思ったらいっぱい飾らないとダメだもんな。そうなんですよ。だから収集癖がないんですよね、私は。いや、まあその方がいいよ。はい。なんか、サインくださいっていうのってすごい緊張するじゃないですか。いや、欲しいと思う。思わないです。いや、じゃあいいじゃん。緊張することもない。いや、でもその則本投手の時にすごい緊張しちゃって。なんか、今までこうやっていたことなかったなって思ったので、はい、でもその時は自然に出たでしょ、うん、え、じゃあ私ももらっていいですかってなりました。ちょっとドキドキしました。うわーい、ファンの人ってこういう気持ちでもらってるんだっていう体験ができたので、なんかそういう気持ちも多かったよかったなって思います。そのボールには電話番号書いてなかった、はい、書いてなかった。そう、はい、たまにあるからね。豊さんしてたんです。いや、俺はしないけど。でもそれはしてたような言い方。いや、俺はしないけど、はい、めっちゃ可愛い子がいたら、はい、こうやって電話番号書いてこうやって渡すとか。昔ね。ああ、そういうことをしてた人もいたってことですね。いたみたい。豊さんかどうかは知らないですけど。そう。いたんですね。そう。絶対やってたじゃないですか。いや、絶対やってない。それはやってない。それはやらなかった。あ、やらなかった。やらなかったけど、はい、そうやってやった人もいる。うーん、はい。それ、書いてなかった。書いてなかったです。はい、ゼロです。